ティッシュって皆さんどうやって使ってあるんですか？こんな感じ。これがこんなかっこいいやつの中に目に入るとこれテンション下がるんですよ、これ。それで最近ね、こんなシンプルなやつも最近出始めてるんですよね。こういうこれだったらまだいいですけど、でね、まあ世田谷ベースでこういうとこにティッシュつけてあるんですよ。ピッて出せる。で広く使えてピッて。でね、こういうのをね100均で買ってみたんです。これをこうやってこれを貼るとだね、落ちます。落ちるし、まあ、あんまりテンションも上がらないと。で逆さにつけるっていうことも考えたんですよね。こういう感じでもティッシュの重みでこれが抜けなくなるんですよ。やっぱりこれかこれじゃないとティッシュってうまく抜けません。で、今考えてるのは自宅にこういうのがあったんです。1700円ぐらいで前に買ったのかな、こういうやつ。まあ見た目はそれなりで、これをこういうふうにできないかなと。でもね、これ簡単に落ちてきます。こんな感じね。それでこれが取れないように、なおかつティッシュをパッと入れれるようにしたいので、これをここにねマグネットで止まるようにしようかなと思います。ちょっとねこういうちっちゃなマグネットがあるんで、この木の中にマグネットを埋め込んでこれをつけて落ちないようにする。そしてこれごとテーブルに固定します。まあこういうことですよね。こういうこと、ただ抜けんじゃないかと。はい、まあ、ちょっとねまず1個目つけるのはここじゃないんですけど、ここはちょっとまたね今後考えていこうと思います。なので、今日はこれをカスタムしていこうと思います。まあ、創意工夫ですよね。やっていきましょう。わかるかな。1234で、これをたぶん大丈夫です。こんなの
今までね、まあこのケースに入れて、要はここ置いてたんですよね。まあちょっとね、あまり広く使えないので、今回はここにつけます。ここちょっと暗くて分かんないか。ここにつければ洗面台に立った時にパッと出せるんですよね、なんか使う時に。そうだから、ここにねつけていこうと思います。じゃあやっていくか。BBS ミシェラン、ヤンマ角度いい感じの車高、グランツーリスモセブンでセタンがやべえスローグ。